エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆さんもこんばんは、平天くんです。今回は埼玉県草加市にありますドッグ草加店さんに来てますね。なかなかね、こちらのドッグさんでね、ちょっと連勝ができてない最近。でも勝ったりちょっと負けたりって、いい台座ってんだけどね、勝てない、ということでね、なんか福田奈々ちゃんもさすがに彼女もね、連勝が途絶えたということで、ここいらでね、閉店がちょっと勝って勢いつけていきたいんで、じゃあ早速ね、行ってみたいと思います。入店やってきました、ドッグ草加店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。アナザーゴッドハーデスありますね。あ、どうもありがとうございます。えいえい、ありますね。まあもういいですよ、400、800とか、なんかすっごい出てるね。1、2、3、4、5、6箱、すごい。今しかもジャッジメント中で頑張ってますね、素晴らしい。おお、こちらはなんと、サミさんの信頼ね、アラジンエース2が入っております。チャレンジしてもいいんだけど怖いねやっぱ怖いね。お、これは山本さんの信頼ニューパルスターデラックスでございます。ちょっと弱いかな、158分の1、こちら180分の1。まあジャグラーの空き台でなかったらいいかな、150分の1。わあ、これすごいね、139分の1、28の19。ちょっとレギュラーが足んないかなって感じですけど、まあでも139分の1でたまたまこうビッグ先行してるっていうだけで、データ的には悪くないかと思います。ああ、角台はやっぱ取られてるね、角台は。さあさあさあ、どうでしょう、角台はやっぱいいデータだね。こちらの台すごいね、36の38、もうザザザあれみたいな感じですよね、105分の1、素晴らしい、ね。こちらもすごいね、33の40、121分の1、ね、素晴らしい。どうも、えいえい、ありがとうございます、ね。こちらの台も30の22で130分の1、バッチリです。あー、やっぱ秋台はねちょっとデータ的に弱いんで、あの台押さえときゃよかったな、空いてっかな。どうしてもね、一周回っていい台あるんじゃないかなみたいな。あ、どうもありがとうございます、えいえい、ありがとうございます、えいえい。おお、ついにドックさんにも置き時が、25%仕様のね置き時が入っております。やみつきになりますよね、置き時レーンだったらね、花々も入れてくんねえかな花々好きなんだけどな。あ、ネットさんの信頼、新もぐもぐ風林火山2ね、入ってます。ゼロゲームやめっていうのがあるけど、あ、これまた俺ちょっと台を知らないわ、すっげえガロ何箱これ、下もそうなの、あ、下は台か、4の10の17箱、すげえ。あの台が空いてれば、空いてっかな、空いてそうだな。ほな139分の1っていうね、6500回転回して139分の1、28の19、まあ、ちょっとビッグに偏ってるかなって感じですけど、まあこいつで行ってみたいと思います、えいえい。はい、ということで今回、閉店君が選んだ台は北谷さんの、ニューアイムジャグラー EXKT でございます。頼みます、お座りパッチャス。だねこう10分間15分間出てるゲーム数っていうのがだいたい150から200、まあね、通常通り平均値で引けてれば、まあ1回は光る計算なんですけど、まあハマることもあるんで、まあ逆を言えばね、1回2回光ることもあると、1回2回じゃねえや、2回か2回3回、まあ逆を言えば2回3回光ることもありますよと。反対に仮に低設定でも
光る可能性はある。2回3回6で光んなくても1で光っちゃうこともあるわけですよねえ。まあでもその勝つ確率が高いのはやっぱ高設定と言われているものを打つのがまあベスト。はい、残念ですけど、ただね、まあね、こう過去10回のあたりしかちょっと見れないんですけど、このね、700余りっていうのが1回あるんですよ。それがちょっとね、僕の中では気がかり、ちょっとね、波がなんかちょっとキスっぽい感じの5は3みたいな。ブドウ、いやーブドウいい村来てますね。いやーもう一回ブドウ来てほしかったな。いやーブドウいいですよ。今手持ち、あーねえ41枚まだある。おおすごい。なんかね、あるんですよ、たまにこう打ってると、あ、これ光んないなっていう、なんかね、あー、よかった、光ってくれた、光んねえなって言って、悪い予感が外れてよかったです。あ、別に君のこと言ってるわけじゃないよ。いや、本当にね、あるの、あの打っててね、あ、今日光んないなみたいな、よかった、よかった。単独ですね。ビッグがいいな、できれば。うい、よっしゃやったー、あざす。あれ、ここどこだったっけ。ドック、そこでー、イミサでー、メガネ新調しました。はい、やりました。軽くていいんですよ、最近のメガネ。いや、高くない、全然高くない、安い、これ確か7000円か8000円ぐらいですよ、うん、そう、めっちゃ軽いんですよ、本当に薄くて、すごい、もう一個作っちゃおうかなみたいなね。やりましたいやーでもね、本当ね、5とか3のような気がするんだよな俺、うん、違う、お願いします。だね、投資2本100枚で光ってくれました。あと6分、まあヘテクちょっとねブドウがいいとすぐ6だなとか言いますけど、あんま大差ないんでぶっちゃけほんとに年内には、いや半年後にはもう、あと4ヶ月後にはプラスになっちゃうんじゃないのかっていうぐらい、めっちゃグレーかよみたいな、めっちゃグレーかよみたいなことを散々言われ続けてましたけど、まあね、それを耐え抜いて打った結果ね、収支が、ういっじゃねー、そう、まあたまに遊びますけどね、羽物打ったりATRT 打ったりしますけど、基本的にはノーマルタイプですから、ジャグレンさせられないところがね、まあ、さっき言ってた嫌な予感なところですよ。まあ、運が良かったっていう、まあ、運よくその150回転から200回転するうちの中にビッグボーナスが入ってたっていう回ですね、今回は。だ、本当はね、即やめしたい即やめは最高ですよ、本当に。だってこれでレギュラー引いても、まあ一応プラスか、今引けば、おお、やった、今引けばプラスですよ、おい、イエイ、まだ、あ、あともう1分ぐらい、
バケなんだねバケなんだねまあ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 一応ね50枚70枚ぐらいしか使ってないんで一応プラスですね、さらなる出玉を増やすことができました。おお、ラッキー、長かった、ほんとね一回光らせるのがねやっとみたいなね日々がすっごい長かったんで、2015年は結構ね2回3回があるよ。ええ時間お願いします。うい、だねうい、だね、力入った、即やめして、だってこれで多分クレジット使ったらビッグの即やめと変わんないもんまあそういうこと言っちゃいけない、まだ可能性がある、もしかしたら光っちゃうかもしれない。あー流れたまあでも17枚ぐらいだったらプラスかな、まあまあまあ、しかも今11ゲームですからね、これで光ってくれたら、光ってくれたらっていうかこれで揃ってくれたらもうあれですよ、流れちゃいますよ。あら、ああリベルだ、光らない、すいません、ここに止まってます、ちょっと早く押しすぎました、まあ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 、やりました、やった。なんかね、特にね、このピンクなパネルがね、そのすごい華やかで、なんかすごい出ちゃう、楽しく出ちゃうんじゃないかなみたいなね雰囲気を出してるんですけどね、結構ね、この台打って負けてることがあるんでまあでも良かったです。はい、それでは早速コインの方を流してみたいと思います。えいえい、じゃらじゃら、あ、どうもす、えいえい、あざす、333枚はい、ということで今回の結果333枚、やった、はい、実戦終了、実戦終了、やったということで、ね、今回こちらドック総加点さんで実践した機種は北電子さんのニューアイムジャグラー EXKT を打ちまして、投資枚数が、100枚、獲得枚数が333枚ということでプラス233枚です。やりましたね、よかった。ちょっとね、ほんとね、たまにあるんですよ、やっぱね500回も僕伊達にねやってないんでね、このなんだろう、いい台なんだけど今日光んない日だみたいなね、やっぱ6でもハマるときはハマるし1でも連チャンするときはするんでね、ちょっとね嫌な予感したんですけどね、でもその嫌な予感を吹き飛ばしてくれるように2回もね光ってくれました。しかも2回とも先光りっていうね、なかなかね、いいシャグラーでしたねはい、ということで、今回、閉店君が2回も光っちゃうこちら、ドック総加点参戦でもちょっとだけ、ブラックラグーン2、麻雀物語3、ね、スロットコーナーに、最速導入予定ということで、話題の新台が打ちたい方はね、P ワールドメール会員になって情報ゲットしてね、こちらドック総加点さん遊びに来ちゃってください。そして、閉店ちゃん福田奈々ちゃんね、7ズラズラーっていうの、あ、ジャキーンっていうことで、3月12日の木曜日、まあ、この動画配信されたちょっと後ぐらいですね、こちらの独創家店さんに、閉店ちゃんの収録来店予定となっておりますのでね、福田奈々ちゃんがどんだけ大きいのか見たい方はね、ぜひねこちらの独創家店さんね来ちゃってください。閉店くんよりも大きいですはい、そしてね、その後、3月27日金曜日に、またねこちらの独創家店さんで私閉店くん撮影の方をねさせていただきます。本当にあいつは15分しか打ってないのか、本当はもっといっぱい打ってんじゃねえのかとかね、投資金額ごまかしてんじゃねえのかってね、ちょっと疑ってる方はねぜひねその目で確かめていただきたいんでねこちらドック総加点さんに遊びに来ちゃってください今回僕は勝ちました次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も勝つよ、えいえい。ピーマート TV 本気印の新企画発動、バーサス、詳しくは
ホームページスケジュールをチェック。ピマとメンバーに参ったと言わしめる結果を出せるのか。